やあ、相棒、最近どうしてる？変な事件に巻き込まれたら僕にすぐ教えてね。気が利くね。安心してよ、ここは静かでのんびりできる。休暇を過ごすって面では渡墨島よりもいいかな。ただ事件が起きないのが残念だけどね。とても平和だから刺激が少し足りないかも。ああ、そうじゃないんだ。気まずくさせちゃって僕が悪かったよ。そうだ、いい考えがあるんだ。ちょっとした娯楽に、それからお詫びの気持ちを込めて簡単な遊びをしようよ。君が帰ってくるたびに一日何をしてたのか、何を食べたのか、そして誰と会ったのかを僕が当ててみる。もし僕が勝ったら君からご褒美をもらうね。負けたら僕が最高の串焼きをご馳走してあげる。どう？やあ、相棒、変な事件に安心してよ。ただ事件が起きないのが残念だけどね。とっじゃあお言葉に甘えて簡単な遊びをしようよ。君が帰ってくるたびに一日何をしてたのか、何を食べたのか、そして誰と会ったのかを僕が当ててみる。もし僕が勝ったら君からご褒美をもらうね。負けたら僕が最高の串焼きをご馳走してあげる。どう？やあ、相棒、最近どうしてる？変な事件に巻き込まれたら僕にすぐ教えてね。おう、もちろん。ちょうど腕前を披露したいところなんだ。誤解しないでよ。ほら、もうずいぶん長い間ここにいるでしょ。配置の雰囲気とか動転の計画、それに展示されている調度品の仕様、こういうものからすでにたくさんの情報を得ることができた。僕の推理が正しければ、配置の一部は必ずしも君自身の好みだけで装飾したんじゃなく、訪問してくる友人のため特別に作ったんだろう。この手がかりを具体的に分析すると、おや、褒め言葉で話を遮る機会？僕にも明かせない秘密があるってことかな。じゃあ僕自身について話そうか。そうだな、身分や地位に関しては君はもう知ってるはずだし、趣味とかも、まあもう長い付き合いだから言うまでもないよね。それに僕の家の事情なんかには多分興味ないでしょ。じゃあこうしよう、君に僕の弱点を教えてあげるよ。そうだよ、僕はいつも合理的な分析ばかりしているように見えるかもしれないけど、実はとても情に動かされやすい人間なんだ。努力を惜しまない人たちの放つ光は燃え盛る花のように強い輝きを記憶に残してくれる。だからこそ善が悪に利用されないように守り、美しいものが美しいままでいられるように祝福するんだ。ちなみに君にはよくドキッて胸を打たれるな。それも何度もね。しー、弱点なんだからくれぐれも他の人には内緒だよ。やあ、相棒、変な事件に、おう、もちろん。ちょうど腕前を披露したいところなんだ。誤解しないでよ。ほら、もうずいぶん長い間ここにいるでしょ。配置の雰囲気とか、僕の推理が正しければこの手がかりを具体的に分析すると、おや、直接話をそらすんだね。僕にも明かせない秘密があるってことかな。じゃあ僕自身について話そうか。そうだな、身分や地位に関しては君はもう知ってるはずだし、趣味とかも、まあもう長い付き合いだから言うまでもないよね。それに僕の家の事情なんかには多分興味ないでしょ。じゃあこうしよう、君に僕の
弱点を教えてあげるよ。そうだよ、僕はいつも合理的な分析ばかりしているように見えるかもしれないけど、実はとても情に動かされやすい人間なんだ。努力を惜しまない人たちの放つ光は、燃え盛る花のように強い輝きを記憶に残してくれる。だからこそ善が悪に利用されないように守り、美しいものが美しいままでいられるように祝福するんだ。ちなみに君にはよくドキッて胸を打たれるな。それも何度もね。弱点なんだから、くれぐれも他の人には内緒だよ。やあ相棒、変な事件に巻き込まれたら、ちょうど出かけようかなと思ってたところなんだけど、一緒にどうだい相棒。でもいろいろと回るからちょっと面倒かもね。街で必要なものを買ってから場外へ出て、最後は奉行所に戻る。いい質問だ。もちろん違うよ。犯人逮捕みたいな仕事はそれを専門とする僕の同僚に任せた方がいい。実は囚人の家族たちを訪ねるつもりなんだ。お年寄りや子供もいる。僕が決定的な証拠をつかみ、彼らの肉親を牢屋に入れていなければ、彼らもこれほど無力にはならなかっただろうからね。心配しないで、恥じるべきなのは囚人たちであることくらい分かってるよ。真犯人を突き止めるのは探偵であるこの僕がもともとやるべき仕事だ。残念なのは悲劇を早く終わらせることができず、犯罪の目を詰めなかったことかな。こうなっちゃったら仕方ないから、犯人たちが更生している刑期中はその家族の面倒を見るよ。困っている人を助け、他人のためになることをするのは一般人としても守るべき基本のことだからね。いやいや、それはできないよ。もし気性の荒い親族が僕の顔を見たら殴りかかってきちゃう可能性もあるからね。ちょっとした配慮をするのが目的だから、傷口に塩を塗るようなことはしない。贈り物と手紙を外に置いたら立ち去ろう。準備が整ったら早速行こうか。君と一緒なら絶対にうまくいく。きっと最高の旅になる。そんな予感がするよ。やあ相棒、変な事件に巻き、ちょうど出かけようかなと思ってたところなんだけど、でもいろいろと回るからちょっと面倒かもね。いい質問だ。実は囚人の家族たちを訪ね、僕が決定的な証拠をつかみ、彼らの肉親を牢屋に入れていなければ、彼らもこれほど無力にはならなかっただろうからね。うん、真実を明かすことは探偵がやるべき仕事だ。でも事件が解決した後、加害者の家族は少なくとも世論からより多くの差別や罵声を浴びることになる。早く事件の影響から立ち直って普通の生活を取り戻してほしいって心底願ってるよ。困っている人を助け、他人のためになることをするのは一般人としても守るべき基本のことだからね。そこまで気を配れるなんて、さすが相棒。僕が説明するまでもないな。僕たちは心が通じ合ってるから、改めて言う必要なんかないよね。準備が整ったら早速行こうか。君と一緒なら絶対にうまくいく。きっと最高の旅になる。そんな予感がするよ。やあ相棒、変な事件に巻き込まれたら僕にすぐ教えてね。なんだか疲れてるみたいだから早く寝なよ。疲れているのに休まないのは危険なんだからね。あ、まずい、僕も映っちゃったのかな。急に眠くなってきた。